はい、ご視聴ありがとうございます。薬屋の花澤です。今日は朝霞駅から寺久屋までの道のりをご紹介したいと思います。東武東上線の朝霞駅南口です。バーガーキングありまして、改札を出て正面このようなこちらの道をこのように右折していくっていう形ですね。朝霞駅の南口改札を出まして右折して進むっていう風になっています。ここ一番屋がある通り昆布森を左手にして直進、メガネ屋さんがありますね。ちょっとメガネ屋さんの向かいにクリーニング屋さんがあります。布団の穂坂さんを通り過ぎます。ビーンズ&カフェコーヒーエポックさんのところで右折します。右に入ります。エポックさんの隣に全六さんお店があって、高いマンションがあります。保育園があります。朝霞たんぽぽ保育園仲良し園の次のあるところを左折します。札がちょっと目印です。ここがビビオ K です。でこの102がこちらになります。以前使っていた看板があります。ここまで 4,5 分ですので分かりやすいかと思います。なおブログでは駅から右折をせずにまっすぐ来て東和銀行のところで右折する方法をご紹介しました。それについても少し説明いたします。朝霞駅南口ですね。こちらをの花の舞ですとか松屋などがある通りをまっすぐ行きます。逆方だな。業務スーパーとみずほ銀行がある通りです。安田の黄色い看板がありますね。看板と山崎パンと東和銀行がある通りを、はい、に入ります。この細い道を行きます。でここを出ますとコーヒーエポックです。